その名前を最後に聞いたのはいつだったっけな。ホルス・ベロボーグ、白義重工の先代社長、私の親父だ。クレタ、見てくれ、この前ダディが話した白義重工独自開発の知能重工業機械だぞ。これがプロトタイプ？いつになったら完成するの？完成させるにはね、お金をたくさんかけないといけないんだ。ダディの会社にはまだ十分なお金がないし、立派な機械を作れるような生産ラインもない。だが心配ない、絶対に我が娘をダディの知能重機に乗せてみせる。こいつはただの機械じゃない、ダディの作った心臓が入ってる。危険なフォローで働ける上にクレタの言葉もわかるんだぞ。わあ、クレタ、さあ名前をつけてくれ。名前を呼べばきっとクレタの願いに応えてくれる。ダディ、ダディ、今日は一緒に遊ぼうって約束したのに。クレタ、すまない、ダディは今忙しいんだ。新しいプロジェクトの競争入札、プロトタイプの外注費、パイオニア記念広場の完了検査。少し待っていてくれ、すぐに終わる。本当だ。なんだ、ダディの嘘つき。なんだって？ホルスさん、分かっていらっしゃいますよね。ここはお互いのためにも。ダディ、見て見ぬふりをしろとでも言うのか。ふざけるな、はっきり言え。あの中には一体何が。 おい、答えろ。ダディ、どこに行くの？一人でお留守番なんてやだよ。私も一緒に行く。な、クレタ、わがままを言うんじゃない。ダディは大事なよ。私も一緒に行く。な、クレタ、わがままを言うんじゃない。ダディは大事な用事で出かけるんだ。おとなしく家でお留守番してくれ。すぐ帰ってくる、ダディとの約束だ。そうしてあいつは私の前から姿を消した。あの嘘つき。社長、社長。あ、呼んだか、ペン。ああ、依頼が完了したからプロキシさんがポンプを回収しに来た。